4321大谷倒したいよって人、倒したい、倒したい、倒そう、はい、倒そう、倒そう、今日で17,426日だ。せーの、進め、トヨタ少年家族です。さあ今週も始まりましたということでね。いや皆さん毎度おいでありがとうございました。あとりあえず盛り上がって盛り上がってね、タイガー相葉が、タイガー相葉相葉さんの熱量がすごかったですよね。すごかったですね。すごい、ヒキーンと勝負したり、はい、あそう、トラ対馬でね、おうまい、トラ対ポニー一瞬で食われておしまいだ。地元吸着番組トヨタ少年家族 4321。 さあということで、どれからいきますか。はいはい、はい、ひまわりからいきましょうかね。はい、はい、トヨタ市にひまわり畑を作ろう。前回やっぱりね、そうですね、いろんなところの確認に、はい、改めてでプラス、まあ大きなニュースとしては小学校が5つ参加を表明してくれたと。でもまあその前にあれですね、はい、その申し込みのあった4箇所、 そうですね、そこはかなり怪しい感じがね、そうですね、あの報告してましたね、今ちょっと、はいはい、その辺、まあ、多分今日それが分かるのかなと思いますので、それでは行きましょう。 VTR いってみりん。トヨタ市ひまわり畑企画シーズン2のスタートでございます。あ、ここに、はい、4件来たわけですね。はいはいはい、1候補目が水根様、はい、あ、小玉さん、あ、小玉さんのところの別の場所ってことですかね。別の施設だと楽しめたらと思います。はい、おー、なるほど。が参加をしてると。2件目が藤島様。藤島陽子さん。300坪以上。300坪。広くないですか。え？いいんですかそんな土地。30分走る。ひまわりさん。そうです。ちょっと待ってて。すごい、こんにちは、ね、遠くまでありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ひまわり最高。ひまわり藤島陽子さん、候補地として土地を提供していただけるということで、うん、行きますか。いいですか。思ってた以上に広い。広い、広いですね。広いです。これで満開になったらすごい可愛い。確かにここがいっぱいになったら、うん、とてもいい景色になる。うん、普段ここに住んでないもんだから。普段は普段はあのトヨタの、あ、トヨタも街中の方に。はい、今年初めてあの草刈りを今からやろうかなというところで。なるほど。そうですね。使っていただくところのあの草むしりだとかいろんなことをお願いしたいなと。いや、もうそこはむしろお預けていただけるのであれば、うん、ひまわりでいっぱいにしてもらえるならということで、美穂がこれから労働する感じかな。そういうことです。ああ、ご主人もいらっしゃって、ご夫婦で、あれ、これえ、どれ、この白美穂です。もうあの外見だけじゃ誰かわからないっていう。すごいね。全然ごまかしてくれないんだよ。本当にやってますよと。消えた。やってるやってる。ちゃんと作業してますので。やってるね。ここからずっとこのフェンス沿いにね、やったわけだ。ありがとう。はい。
ちょっとビフォーアフターあんま分からないかもしれないですけど、次の作業はひまわり、はい、待つ間に雑草とか入ってきてしまうとどうしてもね、手では大変なところがあるので、そしたらこれ、やっぱりなかね、慣れといた方が楽だと思う。そうですね、せーの電動草刈り機も使えるようになれと。なんか手早かったね、避けていく。ね、草が寝ちゃってるので、もっと地面つけてがっつりいってみましょう。はい、いきます。これ結構難しくて、なるほど、土を削る勢いでいけと言われました。なるほど、そうか、上っ面じゃなくてね。うんうん、美穂じゃないよこれ。すごい、これ美穂じゃなくて全然いいよ。全くスタッフで全然いい。これは体に来るな。お任せしてもいいんですか。大丈夫です、お任せください。やるとか言ってたのに。大丈夫です。3件目、ここからが私は上記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。代理人、え、ポニー。あ、出た、この名前が出るとな。うわ、怪しい、この写真。住所のとこに非公式進めといた少年家族って書いてある。非公式進め。うわ、疲れますね。すごい映像なんです。でーす、ひまわり畑を作れるところ。これが非公式の映像なんだ、はい、今日はエルメオラティオでやってまいりました。そうなんですよ、非公式でいろいろ進めてくださってたみたいで。あ、はい、3本松って書いてあるところですね、あそこの。いやー、これ最高じゃないですか。最高ですよ。じゃないです。これトヨタエルミオーレ、どこ、はいはい、ホースファームエルミオーレさん。二人企画みたいだった。こんにちは、すいません、突然押しかけてしまって、はい、私があのひまわり畑の企画を担当させていただいてます、はい、後ろ美穂と申します。はい、ケだぞ。あの、これってあの見覚えございますか。あ、ポニーさんですよね。あ、そうです、よく来ますね。あ、よく来ますね。すこのあれは受けました、ひまわり畑っていうのは。本当ですか。はい、あ、ここひまわりをここに植えていただく。ここですか。らしいです。大丈夫です。ありがとうございます。違ってなくてよかった。そう、ちょうどポニーが隣に。ポニーの名前どうしようと思って、ポニー、ポニー福本さんってよりはこう、ポニーが一緒に釣れるからポニーです。候補地決定、名前はポニー。もう一枚あるんですけど、余計目、これもポニーさんですね。え、肥大家。あ、結構な山奥。これ何ですか、肥大家。肥大家っていう、はい、本当にあそこの奥に見える場所、はいはい、だったら釣れるよ。こんなあるんですか、こんな池なのに。こんにちは。はい、こんにちは。お久しぶりです。はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。これって、はい、見覚えありますか。ポニーさんからも話は聞いておりますので、ポニーさんから、ぜひ肥大池でもご検討いただければよろしくお願いします。ぜひぜひ。場所があそこの場所部位なんですけど、あの紫の花から白い花が咲いとるエリア、はい、日当たりと見栄えの良さでポニーさんがあそこがいいっておっしゃったんで、ポニーがね、ちゃんと整地してあの雑草全部除去しておきますんで。本当ですか、くださるということで。この辺り、紫の花の辺りから白いところまで、ここのエリアってことですね。っていうことは目標の18個、あと1箇所探す。あと1箇所。しかし、まあちょっとここで審議がしなきゃいけないね。審議ですね。ポニー案件。え、ポニーダメですか？とはいうものの、まあ乗馬クラブにしてもね、釣り堀にしてもいい話だからね。そう、まあ、せっかくルートだけなんだよな。直接行ってきてくれたらいいかった、ね、直接行ってくれたらもう本当ありがとうございますっていう感じなんだけどさ、まあまあだからありがたい話として受けましょう、まあ、ただまあポニーって名前がね。あ、どうしたらいいですかね、逆に。なんかないですかね。まあ、まあそうだね、ポニー福本
ポニーがダメです。福本。ポニーがダメで、ポニー福本ってね、畑の名前をポニー福本にする。はい、面白いよ。初めて。そういうことだ。そういうこと。さあ、じゃあ続いていきましょう。はい。はい、黒田行きましょう。おいでん祭りの道ホミランチ編。安心してください。この VTR にポニーは出ません。あVTR 行ってみりん。さあ何が出てくるのか。そうね。光っちゃってた。本格的に。諦めきれない。何ですか。これは。ああ。学校。ES。3回目ですかね ES、ちょっと高学年の高校生ぐらいの子たちとちょっと接触して、うん、もう何としても1チーム掴み取りたいと思います。ご覧の通りバレーなのか分かんないですけどやりながらキャ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 してるんで僕が作ったチラシ配って集めれるなら集まってもらってチーム参加っていう感じまで持っていけたらなと。草むらで覗いてる時代終わりましたからねもう最初は覗いてましたけどそんな場合じゃないって。お久しぶりです。元気？はい、ましたね。クラスで突撃、はい、入ってっていいよという許可をいただいて、ちょっとダンス好きだよっていう人がいたらちょっと手を挙げてもらいたいんだけど。好き。あ、好き。あ、で結構いますね。多いね、多い。大谷高校ぶっ倒したいと思ってますんで。あ、いいと。いけそうだ。これは倒そうぜ大谷を。まあ大谷とか知ってるんだよね。大谷が知ってるみたいな。なんかいきなりあの盛り上がりだしてダンス好きだよって人どれぐらい。あ、ダンス好き。好き。大谷倒したいよって人。倒したい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 。ですよ。先生やってるらしいですよ。マジで。かなり好感触というか勝てそうですよね。しかもねダンスの先生いましたから。この時間に集まってくださいよ。やった子は来てくださいと。来た。ちょっと喋る大丈夫。ありがとう。ブラジル学校。ブラジル学校。おうち学校。これから学校。一緒に。いろんな家やもいない。そうだよね。もしかしていろいろあったのに。ダンス好きな子はいますか。おお。スイス。あ、いけないけど。おいで。アミーゴ。スイス。アミーゴ。ありがとうございました。本番に向かえてな。果たして来てくれるのか。あ、いるか。スマホを入れてる。おー、10人ぐらいいるな。いいですね、いいですね。名前まず聞いてともいい。あ、いや、ジュエリア。プリスタ。ケインチ。マリアの。清水さん。はい、エミリです。マイラ。マイラ。めぐみ。めぐみ。決定しました。ちょっと集まりました。大谷高校倒しましょう。はい、9人。9人ここにいましたね。そうだからまだメッセージ来てない。はい、この子も入っちゃった。すごい飛び入りで出た。マテウス・ピンヨです。マテウス・ピンヨです。ありがとう。幸せな人に一人ずつ増えていくんですよ。まだいる。ありがとうございます。あ、まだいる。はい、まだいる。さっきね言ってたね。ありがとう、ありがとう。名前なんペドロです。あ、ペドロ。オッケー、ペドロとマテウスね。あ、はい、オッケー、ありがとう。11人。はい、ペドロとマテウス参加決定。そして後日、おお、練習日ね。1回目の練習日で。いやー、何人来るのか。ありがとう、ありがとう。この後ダンス参加してくれます。あ、ありがとうございます。今日初めて、この間いなかったっけ。あ、はい、これ、マテオスが誘ってくれた。マテオスが。いや、新しいメンバーだ。新しい。やるな。マテオスいいじゃない。そうなんです。参加してくれます。おお。いや、いいですね。ありがとうございます。13番。あれ、怪奇しれっているじゃねえかよ。怪奇。やろう、やろう、やろう。怪奇。
大輝いるじゃないかよ。大きくなったね。4人目で、さらに、はい、小学生、はい、小さい、はい、あ、全然全然、もう大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、本当来た、最年少の参加者、こんにちは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 、名前、名前なんていうの、名前、ニコリ、ニコリです、ニコリ、ダンス好き、ダンス好き、お、えい、来てくれた、うわ嬉しい、来てくれただけで嬉しいわ、ありがとう、ありがとう、よろしくお願いします、ラファエラとジュリア、来てる来てる、あ、ありがとう、ジュリア、おー、じゃあもう一回聞くけど、じゃあ大谷高校倒そう、みんなでいける、倒そう、おい、倒そう、倒そう、始まった、始まったね、力が倒そうって、大輝も同じ、大輝がいるってのは面白いね、すごい、まだバラッバラだな、あ、はい、素晴らしい、いや、あれだね、伏線回収じゃないけど、ね、ちょっとね、やっぱり、まあ、大谷高校に対してだから、やっぱり、まあ、高校生たちを泣いたらいいよねっていうのをずっと言って、手応えなかったけど一応 ね、はい、ね、できましたね、はい、いや、素晴らしい、トミーの巻いたおいでん、はい、前回の、はい、スカイジャンプのチームも出ますし、はい、今回見た EAS のチームも出ますので、はい、出る、はい、お、そしてもうこの日にはもう巻いたおいでん終わってますから、うん、この放送の時にはね、はい、そうなんですよ、はい、私の2チームがどんな戦いを、私の2チームがどうもなかな、どんな踊り合いを繰り広げたのか、分かった分かった、はい、うん、ここで速報の VTR がありますので、おいで祭り本番、1月も戦いますから、うん、はい、うん、あとあの VTR の中で大谷高校ぶっ倒す、大谷高校ぶっ倒したいと思ってますぶはいらないなんか恨みでもこれ多分あの大谷高校の皆さんも見てる可能性あるから、いや、ただ大谷高校の人たちがこの間なんかニュース番組来てたらしいんですよ、ちょっと何ヶ月か前に、はいはいはい、で、はいはい、トヨタ少年家族で、はい、キャッツ黒田がこんな動きしてますけどあの知ってますかって言ったら、うん、聞いたことないです誰も知らなかった、ひまわりテレビで現在放送中のすすめトヨタ少年家族っていう番組があるんですが、そこでですね、ホミ団地で最強ブラジル人チームを結成しておいでん祭りに出場して3連覇を阻止しようっていう企画が進んでいるということで、こちらの企画ご存知でしたか。知らなかったですね。そうですよね、失礼いたしました。やめろ何ヶ月頑張ったと思ってんだよ絶対倒すからなバカ野郎バカ野郎じゃないって覚えてる、はい、なんで大谷高校を倒そうとしたかっていうのを、やっぱりこれライバルがいた方が切磋琢磨して盛り上がるだろうって。そうだよ、はい、それ忘れてるよお前。そうですね、もうちょっとただぶっ倒すみたいな。もともとはおいでん祭りを盛り上げる盛り上げる、そうですね、盛り上げるために強いチームが3連覇するよりはそこにライバルが出てきた方がいい、はい、ライバルはきっとブラジルの人たちはダンスが好きだから、はい、いいチームになるだろうって言ってんだよ、はい、やっぱもう違いますね、動きがもう、あ、そう、みんなやっぱ覚えも早いし若いから、あ、もうサク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 、やっぱ音感とかリズム感もそう、いいだろう、覚えは早いんですけどね、飽きも早い、うん、すぐどっか行っちゃうもうすぐどっか行っちゃう、はい、そこだね、バイトがとか、でもさ、でもそれも大事なんじゃない、そう、きっとだからそのなんとかこう日本人だったらこうするだろうけどブラジル人の人たちってこうだよねっていうことを番組の中でちゃんと描くことも大事だと思うね、うん、そうです、うんうん、それがだから多分違う国の人たちとか違う育ちの人たちが同じ町に住むっていうことだから、最終的にやっぱ当たり前だけど参加してくれた人たちが楽しかったねって言ってくれたらそれが最高だと思うよね、ね、うん、どうかしてましたねトヨタ
ました。今昔写真。いや今日はでもいいやつですよ。いいやつですよ。何がいいって48年間一日も欠かすことなくあることを続けているっていうそういった場所に。振りが上手くなりましたね。本当にすごい気になる。では VTR 行ってみりん。さあ今週は、はい、あカラーだ。カラー初のカラーですよ。テンションすごい。でもわかんない。何これ。矢作川水質測定透視度34センチ。どこで測定してるんですか。矢作川ですよ。矢作川ですよね。矢作川なんて長いですよ。そうだよね。今日はエンドレスですか。とりあえずこっから北へ行くか南へ行くか。そうですね、矢作川沿い北ですか。やっぱり北に行ったんだ。すいません、ね、はい、来ました。こんにちは。矢作川の、はい、練習中にすいません。あ、いいですか。ちょっとこの写真を探して今こっちの方に来たんですけど、わかります。矢作川水質測定。水質を調べてる学校は東広瀬だよね。広瀬にある。そうなんだ。おすごいね。学校でここまでのがあるのか。学校の中に。どうなんだ。あ、そういうこと。そう、だから小学校の中にあるってことですか。会社っぽい名前が書いてないあたりがなんか、うん、そう言われてみると小学校の中にあるのかなとか思っちゃった。なるほど。広瀬小っていうのが2つあるわけですね。はい、矢作川の近くにある学校。ベースの近くだから端っこの方にある。これ小学校。これはね、東広瀬の方。東広瀬ちょっと。あれですか。西広瀬の方ですね。これじゃん。すごい。すげえ。あ、ドンピシャだ。そう、あの公園で遊んでたお母さんが。すごい。あ、卒業式。水質測定今日で17,426日って感じ。17,400。ここですよ。もうこれそれは確定ですね。毎日。毎日。ずっと。ずっと。すいません、日替わりネットワークです。はい。昭和51年、7月3日が初日で。昭和51年。ずっとこれ残ってるんです。うわ、すごい。前の年に、水質測定ではなくて川の清掃を始めてるんですよ。はい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 、はい、当時の矢作川井の川が汚くて、で水に入っちゃいけないっていう水泳禁止の時代があったんですよね。で自分たちのお父さんお母さんが水川に入って遊んでたっていう話を聞いている子どもたちがまた川で遊びたいっていう願いを込めて、でまずは川掃除をしようって。でその次の年からは水質汚濁調査を始めてます。だからここに書いてある汚濁調査変わってますね。昭和51年の7月3日に開始して、うん、今朝もやってます。卒業式の朝で。校長よくアポなしでこんだけ喋ってくるんですよ。3月、あ、今日測ってる。今日も測ってるんだ。今日年度学だから今日も説明していただきたい。あ、卒業生。行きましょうか。いいですか。え、この人は子供の頃にやってるってことだ。いや、自分もやってて、今もこうやってお手伝いとか。お手伝いしてくれてるんだ。だからあと土日、子供たちがいない時にこういった方たちが取る。はい、これ毎朝。ここで取る。ここで取る。道挟んで向こう側に矢作川があって。あ、透明だね。綺麗じゃん。これを取って、はい、で、あの建物に来て、はい、まず今汲んできた水、まず入れます。毎日この子供たち毎日あそこで汲んで、はい、ここ入れて、はい、試験管の底にバッテンがついているので、はいはい、そのバッテンがはっきり見えるまで水を抜いていきます。はい、下から抜けるようになって抜いていきますね。下に見えないかな。あ、なるほど。はい、で何センチで見えたかってことで水を止めました。見えた。
あでもすごいすごいですね、こんな見えちゃうんだね。二重線が見えるところをっていうのがこのアイデアですよね。ここで測定した結果を通行人またはあの車に乗っている方にあの見えるように表示するんで、あの河川美化を訴えるというあの役目をここではしております。そうだね、で子どもたち自身も後輩に向けてこの取り組みはぜひ今後も継続してほしいという願いを込めて今日卒業してきましたので、清水さんのような地域で協力してくださる方もたくさんいらっしゃるので、ここの西広瀬地区の特徴として今後も取り組んでいっていただけるものと思います。問題骨でしたね、写真はね、はい、今回は人いないからね。そうですね、残念ながらだけど、はい、そうだ、この34センチっていうのがじゃあ今は何センチになってるかってことか。この日はこの日はもっと80センチ綺麗になってる、綺麗になってるってことだよね。いや素晴らしい取り組みだと思いますね。このロケをやったことによって50年があの2枚の写真でなんか感じられるようになるわけじゃない。いい企画だね。じゃあ続いてはいいこといい人嬉しかったことニュース。 VTR いってみりん。豊田市いいこといい人嬉しかったことニュース。浄水公園経道山待ちに待った第一子。こちら現場の豊田市浄水公園です。最近あった嬉しかったことは何ですか。はい、待望の第一子長男の竹彦が生まれたことです。なかなか授からなかったんですけどやっと赤ちゃんができて嬉しいです。竹彦くんにどんな風に育ってほしいですか。はい、名前にも込めたんですけど丈夫で思いやりのある子に育ってほしいです。以上現場からお伝えしました。豊田市いいこといい人嬉しかったことニュース。精神町 W 鍋さん推しのライブで大興奮。こちら現場の豊田市精神町です。最近あった嬉しかったことは何ですか。浮いてるやつきは、はい、この前行った推しのライブで席がめっちゃ良かった。前から4番目だったんですよ。おちなみに推しは誰ですか。秘密、はい、秘密な嘘です。遠藤さくらちゃんがめっちゃ顔がちっちゃくて可愛いです。顔こんなんでした。以上現場からお伝えしました。豊田市いいこといい人嬉しかったことニュース。北町えふみさん頑張るお父さんへプレゼント。こちら現場の豊田市北町です。最近あった嬉しかったことは何ですか。はい、息子2人が、パソコンをプレゼントしてくれた子です。 EC 事業を、立ち上げるために、今回初めて作ったバッグです。これらを、作るにあたってですね、今まで古いパソコンを使っていましたので、はい、あの息子たちが応援してくれるということでそのメールが来た時には本当に本当に、涙が出るぐらい嬉しかったです。信行周平、本当に今回は大きなプレゼントをくれてありがとう。頑張るからね。以上現場からお伝えしました。はい、というね、一番最初の方、そうです、僕の豊田西高校の同級生、彼がポニーをね高校の時にお前面白いから芸人になったらいいんじゃないかって言っちゃったらしいんですよ。言っちゃった。そうだから本当に申し訳ないと謝りながら嬉しかったことニュース。